今日はサルサンドショーを始めていきたいと思います。いや、さすがにしてもやっぱあれですね、こう今日が当たってるので、まあ、ちょっとまだポカポカしてますけど、まだちょっと風が冷たくないですか？お客さんの反応も冷たいな。そうなんですよ。なので始めていきたいと思います。今回頑張ってくれるお猿さん、7歳の男の子です。ちょっと名前が珍しいんですけど、猿なのに熊と言います。はい、熊谷出身なんで熊ちゃんという名前なんですね。そして僕がまさき、2人合わせてサンサンブラザーズと言います。本日は2人で一生懸命頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。くまちゃんもお願いしますよ。はい、レイレイ、はい、お願いいたします。そうですね。さあ、それでは始めていきましょう。ただちょっとその前に、僕たちくまちゃんと組んで今回のお正月の路上が初めてとなっています。緊張していますが一生懸命頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。よいしょ。それでは最初はこちらの竹馬ご覧いただきたいと思います。最近覚えたばかりの芸なんでちょっとおさらいだけさせていただきたいと思います。はい、くまちゃん持って、はい、頑張ってくださいよ。よいしょ。サイクマ、竹馬にうまく乗るコツは絶対に竹馬を離さないことだからな。いい？絶対離しちゃダメよ。しっかりと持っててね。よっ、もういいじゃないですか。そうそうそう、頑張ってよ。はい、そうです、はい、そうですね、そうです、そうです、そう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 ですね、完璧じゃないですか。そうです。なので皆さん、ここから歩いていきますので、ぜひ温かい拍手をお願いいたしますね。いきますよ、せーの、頑張って、ほん、よいしょ。ありがとうございます。もう今日のために頑張って練習してよかったね。そう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 、ありがとうございます。本当最近できるようになったばかりの芸なんで、はい、ぐるっと回っていいですよ。皆さんにね、練習の成果見てもらいましょう。そうです、そうです、そうです。なんでちょっと一つ自慢していいですか。普通お猿さん、こうやって竹馬乗れるようになるまでだいたい1ヶ月これかかると言われています。でもうちのクマちゃん本当すごいんですよ。3ヶ月かかりました。もね、でもその回あってですね、クマちゃん一度乗ったらもう何があっても絶対に転びません。クマちゃんの見てる場合じゃないの。しかもズルしてるし、しっかりと乗ってくださいね。お願いしますよ。はい、乗ってください。しっかり足を、そうそう、お願いします。頑張ってよ。はい、そうです、そうです。なんでこれね、ちゃんと乗れるようになったんですが、ちょっと一つ欠点がありまして、ちゃんと乗れるようにはなったんですけど、降り方を教えていなかったと。一人では降りれないんですね。なんでちょっと最近覚えた降り方、ちょっと斬新なんで見てください。かまちゃん、降りていいよ。いいよ。斬新だね。はい。全然ウケなかった。はい。真面目にいきましょう。じゃあ、ふざけてるだけじゃダメなんで、僕から真面目にかっこいい姿もご覧いただきたいと思います。かまちゃん、立ってください。ビシッと。まあ、ちょっとこっち側お願いします。ここで、ここで、そうですね。ここでお願いします。さあ、続いては、こちらの走り高跳び、ご覧いただきたいと思います。こちらの芸、このバーを飛び越え、前転、前回りをする芸でございます。ただ、一つだけ難しいルールがございます。もしも途中でバーを落としてしまったら、その場で即終了でございます。非常に厳しいルールとなっています。ぜひ皆さん、こちら、緊張感を持ってご覧になってください。それでは、行きたいと思います。熊が待ってよ。まずは、1段目終わり。終わっちゃったね、クマちゃん。真面目に行きましょう。お客さんの顔が怖かったよ、クマちゃん。それではすいません、行きたいと思います。はい、クマちゃん、お願いしますよ。頑張って、頑張って。さあ、それでは行きます。この1段目、クマ、お兄ちゃんも帰ったから集中してお願いします。うっ、よいしょ、いいです。どうですか、綺麗に決まりましたよ。ドヤ顔がすごいね、あんたね。それではどんどん行きます。続いて2段目、この高さ行きたいと思います。はい、クマ、じゃあお願いしますよ。頑張って、そう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 。さあ、こちらにお願いします。さあ、それでは行きましょう。この2段目も頑張れ、クマ、集中して、ほっ、よいしょ、いいじゃないですか。やればできる子でございます。いいですね。さあ、それでは皆さん、ついに来ましたよ。この一番高い3段目やめまーす。上げた時にこう皆さんにおーって言っていただけると思ったんですけど、まあ冷静ですね。はい。すいません、もう一度上げますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたしますね。さあ、来ました皆さん、なんとこの3段目です。あー、ありがとうございます。温かいお客さんよ、くまちゃん。すいません、そしたら僕らも答えないといけませんね。くまちゃん、立ってください。今ちょっと練習中なんですけども、さらに行きたいと思います。この幻の4段目、行
きたいと思います。ただ本当に難しいんで、あのチャンスを2回ください。もしも2回でダメだったら3回目僕が行きます。助走お願いしますよ。くまちゃん、くまちゃん助走お願いしますって。おいお願いしますよ。大丈夫か。さあそれではこれが決まりましたら、いよいよメインの芸行きたいと思います。それでは参ります。4段1回目の挑戦、くま頑張れ。ほっ、よーしゃー、一発大成功でございます。さあそれでは皆さん、次がいよいよくまちゃんのメインの芸でございます。さあメインの芸はこちらの階段を使った芸、発想飛び、ご覧いただきたいと思います。よいしょ。さあどんな芸かは皆さんぜひ見てからのお楽しみにしてください。よいしょ。さあそれではくまちゃん、ちょっとお願いしますよ。くま、はい、頑張ってよ。さあそれでは参ります。発想飛び、おい、逆立ちで下ります。下まで下まで、ほっ、よっしゃ、いいじゃないですか。ありがとうございます。さあそれではどんどん難しくしていきます。さあ間を広げます。間が広がっても着地は逆立ち、変わりません。それでは、ま、頑張ってよ。反対側もしっかりと、ほっ、よいしょ、よっしゃ、まじ下まで、よく頑張りました。ありがとう、よ、休め休め、疲れたね、はい。すいません、くまちゃん、ちょっと今日一日頑張って体力結構限界近づいてまいりましたので、すいません、次のジャンプを最後のジャンプとさせていただきたいと思います。ただご安心ください、適当な距離はやりません。最後一気にこうガッと広げて最後のジャンプとさせていただきたいと思います。さあそれではラストの距離はこちら、くまちゃんが飛べる一番広い距離挑戦させていただきます。くまちゃん、最後のこの距離いけますよね。大丈夫ですね。よし、私たち当たってしっかりと助走つけてお願いしますよ。かっこよくね、助走、助走助走お願いします。何、どうした、自信ないの、いけるよね、大丈夫ですよね。そしたらもう皆さんちょっと待ってくださってますから、あまり時間かけないで助走、早く助走、くまちゃん早く何、どうしたの、自信がないんでしょ、そうでしょ、すいません皆さん、ちょっとくまちゃん自信がないみたいなんで、あの拍手でくまちゃんコールで勇気出せばよろしいですか。ありがとうございます。さあそれではくまちゃんコールお願いしますね。せーの、くまちゃん、くまちゃん、ありがとうございます。くまちゃん、ほら、くまちゃんって、くまちゃん、くま、おおお、皆さんの思いがくまちゃんに言わずが湧きました。やる気が出ましたね。いいな。くま、お前寒くないか、ね、寒いよな。うん、あのじゃあちょっとね、これで最後のジャンプ行こうと思うのですが、その前に皆様に一つだけ大切なお願いがございます。僕たちが皆様の前で楽しく公演ができるのは、皆様の本当に温かいご声援、そして、うすうす気づいてると思うんですが、笑顔で聞いてください。ご理解のあるご祝儀によって成り立っております。先ほどの拍手が嘘みたいに静かですね冗談ですよ。本日こちら大きいザルをご用意させていただきました。はい、じゃあでもやはり急にご祝儀と言われて難しく考えてしまうと思うんですが、そんなに難しく考えないでください。やり方は簡単でございます。じゃあまずはくまちゃん教えてあげて、財布を取ってですね、くまちゃん、お財布を取って1000円を取り出して、そしてこちらに入れていただくというシステムでございますやらしいからやめよう、はい、笑えるいただき笑ってください。さあそれでは最後ぐるっと回らせていただきますので、皆様新年ということでくまちゃんにお年玉という形でぜひ大奮発のほどよろしくお願いいたします。さあそれではくまちゃん、横で言ったから最後のジャンプいきたいと思います。そしたら皆さん最後もう一度だけくまちゃんコールでくまちゃんに勇気よろしくお願いいたします。さあそれではいきますよ、せーの、くまちゃん、くまちゃん、ありがとうございます。さあそれではくまちゃん頑張ってよ、いきましょう、ラストジャンプ、おい、よっしゃ、よくいただきました。さあそれでは皆様の拍手に応えて、いいですね、皆さんくまちゃんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。くまちゃん
やる気出せ。ありがとうございました。さあそれでは、すいません早速ですが、お猿を持ってぐるっと回らせていただきたいと思います。皆さん忙しい中時間を割いての最後までの応援本当にどうもありがとうございました。最後までの応援本当にどうもありがとうございました。ヤクマちゃんお疲れ様でしたね。どうぞ一緒にぐるっと回っていきたいと思います。ヤクマちゃん、はい、お疲れ様でしたね。ヤクマちゃん応援ありがとうございます。ヤクマちゃんちょっとね、ありがとうございました。じゃあありがとう、すいません、一番前で応援ありがとうございました。皆さん最後までありがとうございます。ありがとうございます、すいません、ありがとうございました、すいません。